2020年はい、2020年1月1日になりました。2021年開けていきたいと思います。2022年、今年も買ってまいりました。豆ドリップともに紹介します。こちらテトラがボッシュ、その地域美味しいコーヒーを30%お茶会して、カメラ OK、 音 OK、 ヤシ OK、よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、福袋動画3本目、ドトールの福袋。はい、というわけでですね、今年もですね買わせていただきました。こちらの大きなものがドリップコーヒー、こちらが豆のセットとなっております。買うでしょこれはね。コーヒー好きとして今年も3年目買わせていただきました。新春限定セット2022、こちらを紹介していきたいと思います。監督調べぶっちぎりのコーヒー福袋、それがこのドトールとなっております。もう余計なものがなくシンプルにお安い、買うしかないでしょ。毎年の楽しみです。今だけの期間限定の福袋となっております。ちなみにですね、監督毎年ですねこのドトールの福袋を買って今年の干支が、あ、これねって知ります。今年の干支はですね、虎でございます。はい、実はですね監督も虎年です。なので年男なんですよね。2022年、頑張りたいと思います。何を、はい、これ昨年の福袋でゲットできた、おお、おっしゃれー、タニスター缶といってですね、この中にですねコーヒー豆を入れて、食って豆を入れてマシンをポチッとしてブイーンとね、1年経っても未だに大活躍しております。でもね、最近ですね豆が消えましてですね、1、2ヶ月ですね寝ておりました。はい、あとですね、先月かな、動画に出しましたドトールモストのコラボの福袋、こちらのバッグですね、めちゃくちゃ気に入っておりまして、まああとねハリオのドリップの、なんていうんだっけ、名前毎回忘れんだよな、ドリップカフェ、違う、ドリップカフェはドリップだ、ドリップコースター、ドリップドリッ、ドリッ、ドリッパー、ドリッパーですね。ドリッパーもですね、この模様じゃないけど、模様っていうか、こういうこのね、この仕組みがね、お湯を入れると、もうさらっとね、時短がすごいできて、めちゃくちゃ便利な実用グッズとなっております。デザインね、茶色と黄色、ドトールカラーなんですよ。限定品ね。今回なんですけども、コーヒー豆セットとドリップカフェセットの他にもですね、オリジナルコラボセットというものを販売しておりまして、内容はこちらです。はい。まず初めにコーヒー豆から開けていきたいと思います。はい、コーヒー豆意外とねドリップと比べたら小さい感じになっておりますが、かなりたっぷり入っております。こちらこんなに入っております。今回豆なんですけども3種類ございます。1800円、3400円、5800円。監督はですね昨年同様一番大きなものを購入しました。通常で買うよりも3710円、安く豆を買うことができます。というわけで今回グッズ的なものですね1個しか入っておりません。でもこれが欲しかったんだよね。じゃじゃん、キャニスター缶。はい、前年度このキャニスター缶がねめちゃくちゃ良くてですね、こちらが2021年版で2022年版ですね。とサイズがですねちょっと細身になりましたね。ただ縦に長いのでおそらく入る量は同じなのかなと思われます。いやー、おしゃれ。こちらトラが、はい、言わせて、こちらに直接豆を入れて、いい音すんな。あと豆紹介させていただきたいと思います。ドミニカンブレンド、はい、こちらドミニカ共和国で育てられた豆、ほのかに香るフルーティーな余韻を味わうことができる期間限定の商品となっております。続きましてですね、まあ、やっぱこれだね、ドトールといえばマイルドブレンドコーヒー、ブルーマウンテンブレンドコーヒー、ハワイコナブレンドコーヒー、ラストですねこちらゴールデンモカブレンドコーヒー。モカの豊かな風味と円熟した酸味、そして柔らかな口当たりを生かした奥行きのある味わいの個性派ブレンドです。はい、というわけでですね、豆につきましてはこちらのですね5種となっております。すべて 200g となっております。そして昨年もやったお年玉です。ドトールさんの実店舗で機械券となっております。ありがとうございます。昨年と同様ですね、こちらこのチケット1枚でブレンドコーヒー、アメリカンコーヒー、アイスコーヒーの S サイズいずれか1杯とお引き換えすることができるチケットとなっております。期限に関して本日から5月の31日まで利用することができます。3、4、5、さらにですねもう1個、計10回ですね S サイズのコーヒーをいただくことができるチケットが入っております。ありがとうございます。これはね余裕で使っていきたいなと思っております。
続きまして、ドリップカフェ編を紹介していきたいと思います。いやー、これですね、3サイズあるんだけど、真ん中のサイズなんですけども、でかいでかい。やっぱこれ買わないとね、新年迎えれないよね。まだ2021年だけど、こちらがですね、半々に分かれているので、半分をですね、実家に持っていくので、こちらとなっております。これは昨年と全く同様です。まあ、特典は特についてないんですけども、美味しいコーヒーを安くゲットできるというわけで、開けていきたいと思います。賞味期限がですね、来年のですね、2022年10月10日となっております。余裕ですね。2020年は5種類入っておりまして、昨年は3種類入っておりました。今年は何種類入っているんでしょうか。やっぱね、種類多く飲みたいから多い方がいいんだけどね。まずはこちら、ハワイ粉ブレンド。ありがとうございます。お、これもしや、5種類バージョンなのでは？続きまして、ブルーマウンテン。お！これはシンプルなドリップカフェとなっております。あ、ドリップカフェが、続きまして、マイルドブレンドコーヒー。あー、なるほど、なるほど。2種類が多いんだな。はい、紹介させていただきますね。まずこちら、ドリップカフェが10パック。そして、マイルドブレンドコーヒーが10パック。ブルーマウンテンが5パック。そして、ハワイコラブレンドが5パックとなっております。というわけで、昨年よりも1個増えたかな。はい。この2つが10パックで、これがそれぞれ5パックずつ入っております。なので、合計で30杯飲むことができます。ありがとうございます。じゃ早速ですね、この後飲んでいきたいと思います。はい、豆。こちらと、まあそうだな、飲み比べをしたいというわけで、ノーマルのマイルドブレンドコーヒー、パックで飲んでいきたいと思います。見てください。この豆。じゃあ入れてきます。コーヒーがですね、2つ出来上がりましたので、いただきたいと思います。まずはですね、こちら、通常のブレンドコーヒーをいただきます。いいですね。いい感じの苦味があります。そして、期間限定の商品。おお。違います。味覚音痴な自分でも、確かにフルーティーな香りがします。そして、あ、こっちの方が好きかもしれない。あー、こっちの方が好き。最高です。お茶会してお茶会じゃないな。コーヒー会したよ。いろんな種類のコーヒーを並べて、試飲をしてみたい。はい、ではですね、いやー、いいですね。そしてコーヒー、最高の組み合わせ。いやー、いいね。はい、というわけでですね、多分半年ぐらいでなくなると思うんですけども、コーヒーブレイクをたしなんでいきたいと思います。というわけでですね、ドトール新春福袋セット12月26日から発売しておりますので、興味がある方はぜひドトールに足を運んでみてはいかがでしょうか。まあ、監督のおすすめですね、豆をする機会があるんであれば一番大きなセットこちらですね。ない場合に関してはですね、中華屋のセットがまあ価格的にお手頃なのかと思います。ではまた次の福袋動画で会いましょう。コーヒーマニアとして、福袋の絵とを知るという、これもさっきと同じ袋本通常に、こちらですね、ドミニカ共和国で、いや、ダメだ。頑張れ。スッキリとした口当たりが絶妙なブランド。